シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。妖怪の剣は超究極鬼舞辻無惨やってくっていうやつぜ。さあ、というわけで今回は超究極鬼舞辻無惨をあの最強キャラでボコボコにしていくわ。ここでも使えるでしょう。今回もさあやってこう。そのキャラクターの名前は、え、三島春子。三島春子使ってやっていくぜ。いや、今回マジでやばくて、見てこれ。なんとこの SS ムーディーブルース、これがあの正義の力で味方に触れると HP が回復。おい、キスキルと一緒、もう同じ、もう同列ということで、いや、これはやばいでしょう。幽霊状態を SS で回復することができる。でさらにアジンだから、シャーロック・ホームズと相性抜群。さあやっていきますか。もう今回ハルコがもうパワハラ会議、もう殴り込み行くから、もう見といて。いや、やっぱ強いわこのパワー。どう、で、禰豆子を連れてこようと思ったんだけど、チビヤシチでなかったから、今回、さっき動画で使ってたクガを入れているぜ。まあ、これ負けたらちょっと変えるかな。で、超究極、赤座にも、まあ、ハルコ使っていたじゃねえか。まあ、あれも大適正だったんだけど、あの動画のコメント欄がマジで面白すぎる。みんなすげえセンスあるんだけど、ハルコってパッと見水属性だから、なんか水の呼吸ってね言いがちなんだけど、みんなしっかりみんなしっかり音の呼吸って書いてみんなしっかり音の呼吸って書いてるのがすげえ面白かったな。だってこれハルコギター持ってるからな、うん、そりゃ音だよなっていう。で、まあこんな感じでハルコはダメージウォールでね、ダメージ受けて、まあ、やられることができんのよ。まあそれ何の意味もないけど、それで、まあ、コメント欄は俺、本当に面白かったな。なんか、ハルコさんは負けてないっていうコメントもすごい面白かったし、まあ、本当みんなセンスあるわ。いや、もう本当全部読んでるし、いつも元気もらってるから、みんな本当にありがとう。さあ、ハルコパワハラ会議、もう殴り込み行こうぜ。もう逆にね、逆パワハラ会議する勢いで。まあ、でももうハルコやってんのかな、こいつらに。クガとかシャーロックに向かって。みんなだから、相当怖がってんのかもしれない。うん、オッケー、いいよ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 。で、次、ハルコで、友情コンボを、みんなの分拾って、いくと。これでまあ、ちょっとダメージ出し、ハルコ、いいよ、ハルコはそこにしがみついといて。いいよ、いいよ、完璧。それ、シャーロック横で降りていこうかな。あ、いや、縦噛んで右に行って、クガ拾おう。これでいいわ。行ってこい！いいよ、いいよ、いいよ、いい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 、なんだ、どうそう、何それ。いや、でも、ハルコすごい耐えてんな。いやいや、それはまあ、適正だから、そうだ、そうでしょ。あの、ゾンビ倒してな。いやー、ちょっと復活するじゃねえか。うわ、しかも、しがみついて勝ち倒したわ。危ねえ。買うか。正直まあ超 SS 弾短縮で結構打てるから、これは使っといた方がいいわ。いいいいいい。いや、もうシャーロック・ホームズ強すぎでしょ。しかもいい感じに残してくれた。いや、本当に化けたよな、マジで。おおおお、いや強いわ、やっぱり本当に。しかも、ちびやしついてるから、もう、ハルコは何度でも蘇る。いや、でも本当に SS 使わなかったら、マジで、ちょっと危なかったな。さあ、というわけで次は、ボス前のステージ。いや、今のところやっぱりいいぞ、本当に。でもちょっとよ、禰豆子使いたかったな。禰豆子とハルコだから、すごいいい感じじゃねえか。何がいい感じ。何がいい感じ。さあ、で、こうなる。で、次のシャーロック・ホームズで、上、いや、横でまだ上がっていって、同じように、まあ、プリプリって入れれば OK。よし、OK！ いいよ、完璧。意外と硬くない？これ。この戦法でやっても、結構残るよな。いや、来ただ、マジで。
シャーロックの位置完璧。もう来るよ、ブタン様来るよ。神戸を垂れて筑波へ平伏せよ。ハルコは神戸も垂れないし平伏しない。行け、ハルコの部下シャーロック・ホームズ、ハルコの力を見せてやれ。どーららららららら、ちょい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 、やばミスった、ちょっとつけすぎだな。普通に弱点なくてもこれ1ゲージ持っていけるのにミスったわ。いや、このチャンス逃した、やばい。このパワードッハルコを無惨様に近づける。ボス同士の睨み合いよ。ハルコを近づけるぜ。いい感じの距離感、ボス同士の。さあ、で向こうに入れる。え、いいよいいよいいよ、全然 OK で、これでまたハルコが部下を守る。いいんじゃないハルコ、何度でも蘇るよ。じゃあクガも殴りで行きたいな。まあちょっとみんなずらしてしまうけど仕方ない。うん、 OKOKOK。 シャーロックに飛んでいくけど全然大丈夫でしょう。2段階目だしなこいつは。 OK、うん、仕方ない。それでまあこのシャーロックどうしようかな。まあちょっと難しいけど上がっていって右入ったら OK 的な感じでやっていく。まあ左の鬼倒してもいいし、どっちでもいいわ。行ってこい。なんでー、あーどい。いや、あかんあかんあかん、うえ、嘘。うえ、お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 、鬼危な、使うわ。パックとハルコもなんかいい感じの組み合わせだな、なんかエミリアタみたいな感じで。で、と倒せんの？ハルコで殴ったのに？いや待って、パック使ったのでか。いやマジかよ。いやいや、戦いに行って帰ってきて上行ったらラッキーみたいな。オッケーオッケーオッケー、いけいけ、あ、どう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 、あー、ねねねねねね、100ヒッツちょうど。あー、よし。いや、なんとか行ったけど、いや、いかんのんかい。いや、まあ、でもいい、 4P で行けるから。うわ待って、パック使ったのでけー。オッケー、まあ、そもそもね、パックは余裕あったら使わずに行こうっていう気持ちでもあるから、ちょっとやっぱりなー、これ。え、めっちゃ良くなこれ場所。うわっ、やった、ハルコ頼む、かばってくれ、 2P を 2P かばって、このパワー、ドフ完璧。これもうこれいける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 、残ちょっと 残るかもしれんけど、クガでぶっ飛ばそう。それはハルコ頼む、無惨様を捕まえといて。離すなよ、頼むぜ、行ってこい。ドーラララドハルコ、ドーラララララララ、いよいよ、なんで、あ、ハルコ掴んどけって言ったろ、真っ先に話しやがった。やばい、クガも外すよ、マジ。もう完璧に流れ持ってかれたわ。このパワーどう。いや、強、マジ強いわ、ハルコ。ここまで余裕で来れるもんな、マジ。最高すぎる。で、これ右に入って突破。え？もう、俺やっぱこの下の判定わからん、マジ。嘘いや、これ無理だな。パッケ使おう。いや、いけるか。行ってこい。とりあえず、ちょっとでも。オッケー、いや、次、ハルコやん。ちょっと、これ無理じゃねえ、これ。うわー、待って、4P 剣持ってるし、いけたこれ。
マジ。オッケー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 、いいよ、オッケー、右弱右弱、おっしゃ、え、これこれ絶対突破したい、突破したらネズコでラスゲ終わり、横勘で頼む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 、マジかよ、まあいい、最悪いい、あ、そうそう、これ、ネズコで横勘して、鬼倒すでしょ？最初に触れた敵鬼なんだけども、鬼消えるから、近い敵に飛んでいって、ムダン様にドーンとね、こんな感じで、やってくれるから、40% 入る。ラスゲ楽になる。いや、いいいいいい、これでもう十分。いや、でかいぞ。オッケー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 。いや、怖え。あ、しかもこれ剣取ってくれるな。いや、取らんのんかい。いや、まあ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 、いいわ。いや、マジ楽。いいよいいよいいよ。え？え？これ即死じゃないな。え、即死これ。え、違う、え、違うよな。バカにしてんのかー！これはもらったんじゃねえか、ハルコすごい上にいるし、これ突破するでしょ、みんな SS 打ってんのよ。で、1P が2段階目ぶちかましたいんだけど、ボスの弱点が左に来てほしい。でも正直もうどこでもいいわ。うん。なくても全然ダメージ出せるし、どうせ右来るしな。さあ、パワハラ会議、ハルコ殴り込み、ほら原作再現、あ、ちょ、じゃなくて、無残よ、ハルコ右にいるぜ、見えるか、平伏しないよ。さあ、ぶちかましていくぜ、右に回り込めよ、行ってこい、ドーララ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 ラ、オッケー、おい、いや、待って、全然もう余裕だから、あ、しかもハルコ守ってくれる。なぜかというと、次、ネズコ撃てんの、これが。で、無残様に、一番最初に触れなきゃダメ。いけるかこれ。行ってこーい。おし、オッケー。完璧。もう勝ったでしょ。20%。だって、この後 4PSS 打てるんよ、これ。いや、もう完璧すぎる。はぁ！あ！は！は！え、鬼に当たってた、あれ、誰かに。うわ、ハルコ、ハルコ、ごめん、ハルコ、4P ずらして、ごめん、ハルコ、ちょっと、ムザン様から離れて、そういうハルコの焦る姿をムザンに見せたくなかったけど、仕方ねえ、これは。オッケー、で、1P が、引き受ける。うわ、鬼帰ってきた。え、大丈夫、これ、横で。え、待って待って、分からんなってきた。右弱とか絶対いかねえもんな、これ。行ってこい。いや、まだ分からん、全然負ける。いや、おお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 なんか意志がある。どうしよう。あ、こいつしかも勝ったじゃない。勝ったおい、ハルコの力思い知ったか。俺とハルコの絆は誰にも引き裂けない。ドーラララララララ、オッケー、ゴルパワー、よしやりきったな、マジ。いや、もっとかかると思ったんだけど。いやいや、そんなことないよ、ハルコ適正なんだから一発いけると思ったよ。一発でいけないけど。いや、というわけでね、まあ、ハルコは大適正でした。まあ、コメント欄にね、ハルコいけますかって結構あったけども、これ答えよ。うん。というわけで、参考になれば嬉しいぜ。俺のハルコとネズコが、まあ、頑張ってくれたわ。あ、シャーロックも。さあ、次の絵描いて、会おうぜ。あばよ。
いいからそこに並べ、俺が焼き寄せてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。